先週、藤枝市の屋台を保管する小屋で大きな落書きが見つかり、住民は警察に被害届を提出しています。藤枝市藤枝にある出汁の倉庫です。祭りだ、バカ野郎とかなり大きな字で落書きがされています。落書きの被害があったのは藤枝市藤枝にある屋台などを保管する小屋です。 今月6日、3年に1度行われる藤枝大祭りの初日の朝近くに住む人が落書きに気づきました落書きはスプレーのような黒の塗料でおよそ5メートルにわたり書かれていましたこの小屋には藤枝大祭りに参加する3つの地区の屋台などが保管されていて小屋を管理する住民によりますとこのような被害は初めてです 小さいお子さんから年配者まで楽しみにしているお祭りなので、ちょっと出ず出花をくじかれかったという形で、まあみんな非常に腹立たしい思いでした。犯人が見つくわればあの被害弁償をしていただこうということでおります。被害に遭った町内会は警察に被害届を提出し。 今後は防犯カメラなどの設置を検討しています。